さん、おはようございます。アンリッシュのゆうかです。 NPO 代表の一日出張編、イエーイということでですね、何気にもうこのシリーズ第3弾で、あの NPO 代表の一日をいろんなパターンをお届けしているんですけれども、今日は出張編になります。これからね、3時間半ぐらいかけてあるイケアジちゃんに会いに行くんですよ。めっちゃ楽しみ。なのでその両手ケアジのね、ご家族に会いに行く様子っていうか、その一日をお届けできればなと思います。今日はね、そんな一日にしたいと思うので楽しみにしてください。では行ってきます。アンリッシュ、だいぶね、移動の規制も解けて、こうやって移動できるようになって本当に嬉しいですね。やっぱね、自分のこう足で現場を回るっていうのが私の強みの一つなので、ようやくそれがねできるようになって嬉しいです。3年前はね、娘がいたんで自分がいるところが常に現場だったんですけどね、今はそんなことないので現場型なんです私は。楽しみ。今日は新幹線に2時間ぐらい乗るんですけど、その間に何しようと思ってたんだっけな、やっぱアンリッシュの仕事、修学事例集の原稿を書いたり、あとはその YouTube の原稿を書きたいなと思っていて、今日はね、この出張中に YouTube を5本ぐらい撮るのがね目標なんですよ。普段結構家でこもってたりもしてなかなか撮影できないんで、今日はね YouTube 5本撮影を目標に、その準備をね新幹線でしていきたいと思います。じゃあ、多分次は新幹線のホームでカメラ回そうかなと思います。バイバーイ。新幹線に無事に乗りました。自宅から持ってきたおにぎりをね食べたいと思います。思ってる以上に時間かかって、3時間半くらいで着くかなと思ったら4時間半くらいかかるっていう、やばいと思う。普通に遅刻です。ダッシュで行ってます。YouTube とか TikTok とか出てるもんね。撮影緊張する？いつも、するんだ。好きな YouTuber 誰？さっき誰見てたっけ？48。アイちゃんも48みたいになれるよ、すぐ。かわいい。いつもお兄ちゃんたちと何して遊ぶの？レゴ。レゴ？へー、いいね。何作るの？レゴ。お人形とか。レゴでお人形作るの？うん。へえ、楽しそう。今度一緒にやらせて。いいよ。ありがとう。あいちゃん、バニラ紹介してあげて。名前は？バニラです。いつもバニラと何して遊ぶの？一緒に遊んでるの。バニラとお出かけする？どこ行くの？車でどこかに行くときとか、病院とかに一緒に行くんだ。へえ。病院にバニラもいたら心強い？一緒に行った。嬉しい。学校はさすがに一緒に行かないか。学校行かな。学校置いてくバニラ。そっか。他になんかお気に入りのぬいぐるみとかある？クッキーもいるの？へえ。クッキーは何のぬいぐるみ？クマさん。あ、じゃあバニラと一緒だね。へえ、楽
度クッキーも見せて、うん、ありがとう。かわいい。はい、お疲れ様でした。無事にアンディッシュフレンズの愛ちゃんとお母さんとね、お会いをしてホテルに戻ってきました。イエーイ。ただいまの時刻が夜8時ぐらいですね。あー、結構遠かったですね。東京から片道3時間ぐらいで行けるんかなと思ったけど、結果4時間ぐらいかかりましたね。4時間もっとかかったのかな。結構な長旅でした。今からもうちょっと、アンディッシュの作業をして、でちょっとこうお風呂に入ったりして、今日はねおしまいにしようかなと思います。皆さん出張ルーティーンいかがだったでしょうか。ルーティーンっていうほど全然出張してないんですけれども、でもこう私はやっぱりね、実際にイケア家族に会いに行くってすっごい大事なことだなって思ってるんですよ。で、なんかやっぱり私自身がなんかこうイケア家族への愛情をベースにこの団体を運営したいんですよね。なんかやっぱりこう NPO の代表ってきっとこう皆さんいろんなモチベーションで活動してらっしゃると思うんですけれども、私の活動のベースは愛情なんですよ。やっぱりそのなおちゃんがいて、娘の愛からこの活動が始まったっていうのがあるし、やっぱりそのなおちゃんが亡くなった今もやっぱりその医療的ケアの子供とか家族に対する愛情をベースに活動したいなって思ってるんですよね。なんでこうやってこう定期的に会いに行くことで、やっぱりその放っておくと愛情って下がっていくじゃないですか。愛情ってやっぱり育てるものだと思うので、こう自ら行動して自分の中にあるその愛情を育てていくっていうのがすごく私は大事だなって思ってます。なんで今日もね、面会は2時間ぐらいだったんですよ。面会というか お話ししたのは2時間ぐらいだったんですけど、まあ、その2時間のために丸1日使うっていうのはすごくいい時間の使い方をしたんじゃないかなって思っています。はい、ということで、まあ、ちょっとね、まだまだ不安定な情勢ではあるんですけれども、移動の規制はね解けてきたりとかしてるので、まあ、これからもイケアの家族に会いに行く様子を皆さんにお届けできたら良いなというふうに思っています。はい、ではね、今日はこの辺にしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。8月もね、アンディッシュいろいろとイベントだったり活動を頑張っていますので、各 SNS をチェックしていただけると嬉しいです。多分この動画出るの8月なんで、新しくアンディッシュサポーターズっていう継続寄付制度がスタートしているかと思います。アンディッシュね、新しい寄付制度作りまして、社会貢献×学びっていうことで、皆さんと一緒に社会貢献しながらこう自らも学んで成長できるみたいな、まあ、そういったプログラムというか制度をご用意しておりますので、ぜひね、もっとアンディッシュの近くで自分ももっとこう輝きたいというか、もっとこう一緒に何かやりたいと思ってくださる方がいたら、パートナーズの方も詳細見ていただけると嬉しいです。それでは皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。